こんにちは、おゆみの店オープンしました。おめでとうございます。ありがとうございます。いっぱいお花もいただきました。はい、では中の方を早速見てください。はい、お願いします。どうぞ。ありがとうございます。こんな感じで仕上がりました。うわ、はい、すごいですね。やっぱり私たちペンキ屋なんでね、クロスではなくて塗装仕上げです。はい、天井はリシンっていう吹き付けをしました。はい、結構かっこよくないですか。すごいですね、うん、吹き付けですね。はい、であとは液晶、シミュレーションをやるんですけど、はい、シミュレーションをする際にここだけ一面だけ色が濃くなってるんですけども、うん、これも塗装なんですよ。しかも吹き付けではなくてローラーです。ローラーで、はい、このボコボコが、ボコボコはマスチックっていって、こう柚子肌にできるローラーがあるんですけど、はい、それで仕上げていきます。なるほど。でこっちの白い、はい、白い壁も、はい、どこがいいかな。ここですか。もうちょっとね、はい、これもローラーです。ローラーなんですね。はい、へ、商品名は、はい、こちらがハイシーカラー。ハイシーカラー、はい、はい、山本洋業さんのハイシーカラーという、はい、こっちがグッセラ、グッセラ、グッセラ G ハイシーっていう G ハイシー、 G ローラーシリーズですね。はい、になります。この境目の、結構なんか石っぽい、ね、そうですね、石目調っぽい感じになります。はいはい、吹き付けができないところとかっていうのも現場にやっぱり出てくるので、はいはい、そういった時にローラーでやっていきます。うん、どうしてもね、吹き付けの方が綺麗になるんですよ。あ、そうなんですか。綺麗に仕上がるんですけども、はい、まあでもこれ内装でこれですからね。すごいです。外なんかでやったら全然もうすごい綺麗だと思います。はいはい、はい、中でも十分綺麗ですかね。おゆみの店、はい、なんですけども、はい、あ、まあ成田も桜もあるんですが、ありますね、はい、バッチリ神棚を神頼みをしております、はい、というのは、はい、別に商売繁盛とかをお願いしているのではなくてですね、はい、安全第一なので、はい、毎朝安全をこう今日も一日、よろしくお願いしますということで、神様に挨拶してからスタートします。はい、なるほど。はい、キュウさん、あ、キュウさん、はい、お疲れ様です。と大滝くん、はいはい、がですね、と私、はい、でおゆみの千葉市を、担当していきます。まずはこの3人ですね、はい、まだそこまでお問い合わせが来るわけじゃもう当然ありませんので、はいはいはい、しっかり一件一件こう対応していくように、はい、今は3人の体制で募集してます。地元の方募集してるんですよ。はいはい、はい、あの事務員さんですね。事務員さんを、2名、はい、置きたいなと思っております。はいはい、でここのメインは、はい、お客様との商談をする上でですね、はい、色のシミュレーションをやります。はい、なので大きな液晶でシミュレーションをやっていきます。いいですか、ちょっとやってもらってお願いします。すごい、選べるんですか。選んでください。この下の色、はい、あ、ちょっと僕は青好きなので青とか、青いや、なんかちょっとやってみてください。青、これ家だけが色が変わるんですか。変わります。うわ、すごい、青悪くないじゃないですか社長。本当。センス悪。なるほどなるほど、ちょっとこれはあのセンスは良くないですね。ただ、はいはい、いや、そういうことなんですよ。そうですね、塗ってみて、はい、思ったのと全然違うってなっちゃうのを避けるためのシミュレーションです。はい、だからすごい精密ではないんですよ。はいはいはい、あくまでもイメージなんですけども、はい、イメージができるのとできないのとではもう全然違くて。そうですね、色って難しくて、言葉で例えばこれより少し茶色くしてくださいって多分全員違うんですよ。はいはいはい、言葉と。確かにだ、見た方がいいので、うん、シミュレーションはやった方がいいですっていうお話をしてます。いや、間違いないですね。はい、うん、でシミュレーションをやらないで色をガラッと変えると、はいはい、思ったより濃かったとか、はい、薄かった、はい、これ結構あります。はい、でもこれはあくまでもイメージなので、このシミュレーションの打ち合わせをした後に、はい、サンプルがありまして。あ、なるほど、はい、こちらのサンプル、はい、これ塗り板っていうんですけど、この塗り板を見ていただいて実際の色です。はい、で
外に出て日向と日陰と両方で見ていきます。なるほど。日向と日陰で全然違うんですよ、見え方が。確かに。これ艶消しなんですけど、はい、艶があるタイプ、これも全然変わってきます。はいはいはい、日向と日陰、はい、両方で見ていただいてイメージをしていただくという感じですね。今流行ってるクリアとかもあるんですけど、はいはい、艶ありと艶消しと三部って、これは三部だね、はい、あるんですけど、はい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 、艶ありと艶消しって全然違くないですか。違う、これ三部なんですけど、はい、これちょっと 日向に出ると若干艶があるんですね、はい、少し自然な艶感ですね、はいはい、いや全然違いますね、うん、というのを実際見ていただいたり触ったりしてもらうので、はい、私たちのご提案は基本的には事務所でお打ち合わせができたら、はい、あのトラブルが少ないので、はいはい、いいですね。テナントを構えてやってます。なるほど、はい、いやこれは分かりやすい今結構外も晴れて梅雨の時期ですけど、はい、梅雨ですよね。梅雨なんですけど、はい、雨降りましたか。降らないんですよ、これ僕言ってるんですよ、お客様にもね、はいはいはい、梅雨時期って皆さん言うんですけど、夏の方が雨降るんですよ全然。うーん、はい、まあ、ここ何年かですけど雨降らないです。そうですね、はい、だから梅雨時期は避けたいという方、うん、お客様多いんですけど、はい、チャンスです。チャンスです、梅雨も、はい、まあまあ基本的に恵まれてて、うんうん、関東なんで、うん、あの一年中できます。うーん、ただ気温が下がりすぎてしまうとできない工事があるんですけど、はい、日中できない工事があるとしたら防水工事ぐらいですかね。うん、なので塗装は基本的にできます、日中は、はいはい、冬の夜なんかはもう気温下がりすぎて当然できませんけど、はい、日中はもう真冬でもできますから。うん、はい、なので東北とかの方は雪降りますからね、はいはいはい、できないのでこっちに出稼ぎに来るんですね。来るんですね、はい、なので一年中工事はできます。へー、はい、恵まれてるんですよ。今日もめちゃめちゃ晴れてます。めちゃめちゃ暑いです暑い、もうタオルこれ2本目でした。社長、2本目でした。社長、汗めっちゃかいてましたね。めっちゃかいてるんですよ超暑いです。そうですね、はい、なのでぜひぜひ皆さん、はい、緑区の方ね、はい、まあ、緑区だけでもなく千葉市の方からパラパラ、うん、あのお問い合わせも来てますので、はい、ぜひうちで工事をする際は、はい、来て、はい、シミュレーションやって、はい、やって塗り板も触って、はい、いただけたらと思います。はい、分かりました、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ問い合わせの方はホームページ概要欄の方に貼っておきますので、はい、ぜひそちらからよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、以上になります。ありがとうございました。